今回ご紹介するのは音楽制作ソフト Ableton Live です。 Live にはインパルスとシンプラーという2種類の音源が標準搭載されています。インパルスにはアコースティックドラムやエレクトロニックドラムのプリセットが多数収録されていますので、好きなプリセットをMIDIトラックにドラッグ&ドロップします。音を確かめるには録音アームボタンを押してMIDI鍵盤またはパソコンのキーボードから発音します。打ち込みにはMIDI鍵盤またはパソコンのキーボードを使用してリアルタイムに入力するか、ペンシルツールを使ってマウスで入力します。インパルスが挿入されている2のMIDIトラックの空いてるシーンのところにダブルクリックをしてMIDIのクリップを作成します。ここでは2小節のドラムループを入力します。メトロノームは画面左上にありますので、このボタンを点灯させておくとメトロノームを聞きながら入力することができます。ペンシルツールを使う場合は画面上部にあるこのペンボタンをクリックします。このドラムパターンはMIDIシーケンスで作成されてますので、ドラム全体のプリセットを変更したりスネアのみを変更したりと、後から音色の変更も容易です。なお、この打ち込みの作業は今表示されていますセッション画面からの打ち込みも可能ですが、同じようにこちらに表示されておりますアレンジメントビューでの打ち込みも可能になっています。作成したファイルは名前をつけて保存します。保存する際にはお好きなフォルダにドラッグ&ドロップするだけです。次にドラムのフレーズに合わせてオーディオの録音をします。先ほど作って保存しましたドラムループを今度はアレンジメント画面に持ってきます。今回はベースを録音いたします。オーディオインターフェースに接続されている入力端子を確認します。録音するトラックの録音アームボタンを押して、上にある録音ボタンを押します。なお、この作業はセッションビューの方に録音することも可能です。Ableton Live は多数のループ素材やエフェクトも搭載されていますので、楽器を弾かない方でもすぐに音楽制作を楽しめます。 Live をインストールしますと、多数のクリップがこのように楽器ごとに収録されております。
ループ素材を使う場合、左側のブラウザー画面からお好きなループを選択して空いているトラックにドラッグ&ドロップするだけです。テンポの違うオーディオループもライブが自動でテンポマッチしますので、さまざまな音ネタの組み合わせを瞬時に行うことができます。エフェクトも同様で、かけたいトラックにドラッグ&ドロップするだけです。もちろんディレイタイムなどのタイミングも自動でソングのテンポに同期しますので、簡単に音楽的な変化をつけることが可能です。シンプルな操作でダイナミックな変化をお楽しみいただくことができます。ライブは MIDI コントローラーへの任意のパラメーターの割り当ても簡単です。これによりマウスで操作しなくとも画面上のパラメーターを外部からダイナミックにリモートコントロールできます。環境設定の MIDI 画面でお使いの MIDI コントローラーが認識されているのを確かめ、リモートをオンにします。次に画面右上にある MIDI と書かれたボタンを押します。割り当て可能なパラメーターが青く反転しますので、リモートコントロールしたいパラメーターをマウスで一度選択します。トラック1のボリュームフェーダーを割り当てします。また音ネタのラウンジを割り当てしてみます。再度ミディボタンを押して割り当ては終了です。このファイルではこのように割り当てが完了しました。コントローラーの割り当てをしておくことで、曲作りの際のミックスダウン作業や DJ、ライブ時などより直感的に音を操ることが可能になります。ライブ7では新しくドラムラックが搭載されます。これはオーディオファイルをスライスして画面上の最大128個のパッドに自動で割り当てます。あとはミディ鍵盤やパッドのついたコントローラーを叩くだけです。この本格的なドラムサンプラーにより、さらにクリエイティブなブレイクビーツの作成やライブパフォーマンスの環境を構築することが可能になりました。今画面上にはドラムのオーディオループがあります。右クリックから Slice to New MIDI Track を選択して OK を押します。するとドラムラックが MIDI トラック内に作成されます。このように画面上の最大128個のパッドに音がスライスされて入りました。この音はトリガーフィンガーなどのパッドから操作することができます。このようにもともとループだったオーディオ波形がドラムラック内にスライスされて割り当てられました。個々のオーディオを編集したり、異なるエフェクトをかけたりなど、細かいアレンジが楽にできるようになります。